超能力は圧倒的。私の名前は高田隆、御年30になる超能力者です。前回のあらすじ、メイであるメイリンに私が超能力者であるということを告白しました。詳しい内容は前回のお話をご覧ください。 PS 超能力の種類の紹介は今回のお話と直結しておりますのでご了承ください。と大まかに言えばこれが超能力の種類と言えます。超能力ってすごいね。はい、中にはこれら全てを使える超能力者もいますが、これらを全て使えるとは限りません。そして私はこれらを使うことは一切できません。今言ったこと全部使えないの？そうですね、私の超能力はとてつもない力、足の速さ、体の頑丈さ、そしてジャンプの高さ、これらが特徴と言えましょう。あと遠くの音も聞こえる聴力といったところですね。つまり耳の力ということです。おじちゃんすごいね。つまり遠くにいる足跡、これによって見えない場所にいる相手もどこにいるかがある程度わかります。おじちゃんってすごいんだね。はい、しかし強すぎる力は暴君によって脅かされることもあるのです。